ボンジョールのゆっくり霊夢だよ。ボナセイラゆっくりマリサだよ。これは、最近深淵アクセが配布されてね、それを強化しているところだよ。深淵アクセを配布とかだいぶ太っ腹じゃないの。前回のコラボボックスの謝罪のつもりかしら。でも何はともあれこの後拠点戦があるのでね、それまでに強化して強くなりたいのよ。拠点戦って何分後？30分後だよ。これ以外にも武器と防具をオール5にして臨もうと思っているよ。間に合うの？今すごい勢いで倍速で進めているけど装備の強化は結構時間かかるよ。そうなんだぜ。特に潜在力覚醒突破に関しては失敗は許されないしな。失敗して強化値が下がってしまったらまた材料を集め直す時間なんてないし。もうちょっと余裕を持って強化を進めなさいよ。ところで今の戦闘力はどのくらいなの？13000ぐらいだよ。これがオール深淵アクセにして装備も覚醒突破をオールを5にしたらどのくらい強くなるか楽しみだよ。今まで強化してないところが多いから一気に強くなりそうね。それで強くなって拠点戦で 100% してやるつもりだよ。それにしても聖魂を50万個近く用意したのにもう10万個を切ってしまったよ。これでもだいぶ妥協して魔力刻印をつけているんだけどそれでも足りなくなりそうだったよ。お次はトーテムになるよ。強化するためにこのコンテンツが来てから貯めていたのよ。これ復旧できないしなかなか強化するの大変って話じゃない？だからあまり高みは目指さずに程よい3ぐらいで止めようと思っているよ。何も成長しなかったな。私の努力の成果が全てなかったことになったよ。最後は潜在力覚醒突破でオール5を目指すよ。前に散々痛い目にあったごとつね。正直今日もビビっているよ。ってあれ、いきなり成功しちゃったよ。マリサにしては珍しいこともあるのね。でも本番はこれからだよ。こんな運がいいことなんてそう続かないからね。ってどうしたんだよ。私が一番驚いているよ。こんなにごって簡単だったっけ。とにかく良かったじゃない。でも気を引き締めて次は挑むんだよ。ほら早速沼の入り口が見えているじゃない。ってあれれ、今日は簡単な日だよ。え、本当にどうしちゃったのかしら。でもこれで残り3つ。拠点戦まで残り5分だけどこの調子で行けば間に合いそうね。さっきからサクサクと強化されるね。これで強くなって戦場で 100% してやるんだよ。そんでキルを積み重ねてやるんだから。ほとんど一発で成功してるじゃない。これで残り1つね。メシウママリサはもう卒業だよ。これでラスト。さて戦場に飛び出す準備はできているよ。急に雲行きが怪しいわね。でもまだ20個くらい素材はあるから大丈夫よ。きっと。沼ってる。もう残り少ししか素材ないわよ。頼むせめて元の4に戻ってくれ。願い虚しくにでフィニッシュです。この後すぐに拠点戦あるのにどうするのよ。でも戦闘力は1000以上強くなったじゃない。でも最後は閉まらないよ。では、また、アリーベデルチ。